嘉義農林時代の鎮江元、日本名、上松光一は、台湾原住民のプユマ族出身で、嘉義農林学校の野球チーム選手として、甲子園に出場した人物。後に、台東農工校長。鎮江元は1921年避難校学校に進学。1925年台東校、学校高等科在籍時に野球部へ勧誘される。嘉義農林学校進学時も野球部へ入り、1931年の第17回全国中等学校優勝野球大会に史上最年長で参加。準優勝となった。1932年に日本へ留学し、横浜専門学校に進学。1935年に卒業後台湾へ戻り、嘉義自動車会社に就職する。その後、母校嘉義農林学校で教師と野球部コーチを務める。1943年に、蔡明彰と嘉義神社で結婚式を挙げる。蔡明賞は、雨林北港の大地主家庭の出身である。第二次世界大戦収束後、故郷の台東に戻り、はじめ ZH、台東東省に勤め、その後台東農工の教師となる、1947年に校長となり、台湾東部地区で野球を広く推進するも、1958年交通事故によって死去する。ありがとうございます。